こんばんは。こんばんは。こんばんは。この後ね、竹村さんと、はい、実はあの鉄道系 YouTuber って言うていいんですかね、鉄道のアニメを作ってらっしゃるニゼックさんという方と、はいはい、でニゼックさんの先輩にあたる方と、はい、4人でくら寿司で食べようということになっております。はいはい、ここは武蔵小杉駅、そうですね、最寄り駅で行くとね、はいはい、タワーマンの街です。タワ、いやほんまこれそうです、すごいよねこのタワーマン。改めて見るとすごいですよ。いやこんなとこ住んで、いや住まなくていいわ、いっぺん部屋入りたい、それだけでも。そう、夜景は綺麗だと思います。はいはい、そうということで、どんなくら寿司なんでしょうか。はい、今日鎌倉行ってきたんですよ。ああ、で、岡村さん、あれ、あ、だから今日鎌倉行ってきたんです。何のあれかが分からへんねん。今日もこうお会いするから、おいやいやいや、行ってくれると思って。いやいや、ありがとうございます。これその時にあのこれを買ってきたので、ちょっと選んでいただいて。それが何なのかは後でお聞きしたい。でお茶入れますか皆さんに。一応、はい、そうね。はい、ということで今日はね、あのニゼックさんと、ニゼックさんの先輩の岡村さんと、それから元学難の竹村さん、ニゼックさん、YouTube がね、あの、あ、本名を言ってええんでしたっけ。本名は今隠しませんよ。あ、本名を言うたらあかんねや、じゃあ多分あの会話の中で言うと思います。はい、ということで今日はね、あの竹村さんと私デネムと4人でご飯ということで、はい、くら寿司にやってまいりました。というかさっきお聞きしてびっくりしたのが、岡村さんが数ヶ月前に脳梗塞になったんですか。この1月の4日、もう新年明けてすぐに。それはやっぱりろれつが回らないとかやったんですか。でそれであれと思って、まず耳鼻咽喉科に行った。はいはいはい。耳鼻咽喉科に行った。はいはい。やっぱりこっちの方もかけといた方がいいということで、こっち行ったら即入院。そうですか。で入院したのは何日ぐらい入院されたんですか。2週間。でもう今は退院されて薬。もうだから薬と。なるほど。でも今こうやってお話しさせてもらって普通にお話もできますし、あの身体的になんか出てるわけではないですもんね。ちょっと右足と右手がほんの少しだいぶ良くなってきて、今も 95% ぐらいで大丈夫。なるほど。いや本当しっかりされてて、ただもう一つ驚いたのは、あのニゼックさんの15個上、あの全く見えない、めちゃくちゃ若々しい。はい、ということでとりあえずいただきましょうか。脳出血でご病気されたのは9年前。ほんで今右手にこうちょっとこう後遺症というか残っててね。でそんな状態で今日もお酒飲む。ほんで岡村さんもお酒飲む。あれですね、アルコールゼロのちゃんと。いや、ただの酒盛りの会やな思って。まあでも何が縁でね、何が人がつながるか分かんないんでね。ちなみに私ね、この間あの2週間ほど前に MRI 取ったんですよ。2年に1回今まだ検査してるんですね。やっぱりあの別にひどくはなってないんですけども、当然あの血管のところでこう暗くなってるところ、まあ詰まってる、多分似てる感じですよね。だから発症は私もしてない、私はしてないので、45歳の脳ドックで偶然見つかって、その時言われましたよ、あのあなた早く見つかってよかったんですよと。でだからその以降血をサラサラにする薬を今毎日飲んでる。あよさ10年間飲んでる。あ、私も、まあ、その予防のために飲んでたんだけども、この正月になった。ああ、だから、私もいつなるか分からないっていう危機感は当然ありますんでね。まあでもこうやってニゼックさんなんかも左手で、まあ今日もご飯食べてらっしゃいますけど、やっぱり慣れてくるもんですか、左手で。ああ、かなり立派ですよ、これだけのね。ねえ、障害を、生でやってる。そうね、いや、そうなんですよ。これぐらいで、ああ、
はい、湘南会っていうのがあるんですか。湘南会というのは大学の、はあ、大学で、うん、湘南地区の出身の人が集まる、はあ、素敵な団体なんですよ。それは大学は別に統一されてるわけじゃないんですよね。住んでる人はね。あ、なるほどね。え、でその湘南会で飲み会があるんですか。年に2、3回そのいろんな飲み会というか、はあ、あれから変わっていてね、うん、これが地元鎌倉だね、はいはいはい、例えば鎌倉の農学堂ってあるわけですよ。有名ですよ。お銀座にもあるし、国立劇場にもあるし、農学堂があるんです、うん、そこで農見学したり、あ、農の見学をするんですな、はいはい、それは今回は落語、あ、なるほど、外人さん来たわけですよ。へえ、スウェーデン人、え、スウェーデン人さんが落語してあんの。スウェーデン人が、あれは三遊亭好楽っていう、あ、好楽、え、知ってんの。商店の人です。そうそうそう、ピンクの着物着てた。そう、はいはい、今日も偶然、あの、NHK で出るとき、それが弟子になってた。なるほど、好楽の弟子にスウェーデン人がなってた。それが落語するということで、うん、我々はその農学堂でやる、外国人がやる落語、しゃれてますね、ある意味、うん、でその時にそのさっき、あ、さっきのプレゼント、サイン、サインで好青年っていうのが、そのスウェーデンの方のあれ芸名言うんで、あ、え、もう一回見せてください。三遊亭好青年、あ、なるほど。終わった後、いっぱい鎌倉の駅前で飲んどったんですよ、はいはい、これはなんと、あ、鎌倉のどこぞに忘れたものを今日ニゼクさんが鎌倉行って取ってきてくださった。優しいですね。酒屋のね、あ、酒屋さんが置いてくれてたんや。酒屋の立ち飲みに開けたそれ忘れちゃって。面白いんだよ、その酒屋の立ち飲みに行くっちゅうのはまた面白い。あ、まあまあ。その一緒に行った人は、はいはい、その人が引っ掛けておいたのを忘れた。岡村さんが忘れたのではない。な、さすが、さすがですね。え、これが先ほどのサインの方の、うん、これです。あ、いろんな写真出てきましたけど、これが一番。もうちょっと髪の毛が長い。あ、こういう写真とか、いや、とにかくイケメンやね。いや、イケメンですよね。基本で先置きしたら、その講座の中身も、うん、昔の古典落語もすれば、うん、新しいものも取り入れて、うん、それを世界発信してくださるんですもんね。世界に発信してくださるわけですもんね。だから日本人が日本の落語をするのは、まあ今までも含めてある話で、あのね、外国人が落語するのが多いんですよ。うん、彼が一番前で、へぇ、実際聞いてもよかった。なるほどね、勉強なるわ。高橋先生の話が一番私よく聞くんですが、すごいお世話になったらしくて、あの、まあ、なんかすごい人気だった先生だったらしい。そうですね、うん、もうすごくその高橋先生に、あの、奥さんが実はめちゃくちゃよく受けてて、もうその人生の師と仰ぐ、その先生がお亡くなりになったの。ご不幸があったんですよね、ご病気かな、うん、ご不幸みたいな感じ。うん、お若くて、そうらしいですよ。昔岡村さん携帯もバリバリ触ってるし、ニゼクさん、ええ先輩ですね。ちなみにニゼクさんはYouTube もされてますんで、ぜひね、皆さんチャンネル登録をいただいて、今後ともまたニゼクさん、私ともいずれコラボをまたどっかのタイミングでしてもらったりできますかね。早くマジ、そういうに言ってもらえるだけでも嬉しいです、はい、ただの普通のおじさんですけど、今後ともどうぞよろしくお願いします。早くやりたいだけじゃなくてね、これから何度もやりたい。あ、最高じゃないですか。もうめちゃくちゃ今嬉しいです、はいはい、今後ともどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。